ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせはベルベルジウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品は1月の7日、夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄に貼っております。そちらの方チェックしてみてください。それでは、T シャツチャンピオンのリバーシブルティーですね。はい、はい、こちらトリコのラージサイズです。ネイビーボディに、ひび割れラバープリントですね。ミシガン、かっこいいと思います。ラージちょっとね縮みが出てます。僕は、このリバーシブルティーのラージだとねちょっときついですね。はい、で後ろも、はい、ネイビーに白ボディですね。はい、綺麗です。こちら7800円に消費税です。はい、続いてもリバーシブルティーですが、こちらはねちょっとタグがね欠損してます。ただねちょっとボディ先ほどのよりね、100% コットンと、あとこの襟のね、パイピング、こちらの方がねちょっと年代的には古いと思います。ネイビーに裏地が赤です。はい、そして白のラバープリント、プリントのね感じも非常にいいと思います。サイズ、同じラージぐらいかなと思います。はい、状態はいいです。雰囲気も抜群です。はい、こちらも7800円に消費税です。続いてチャンピオンプロダクツタグのエクストララージ、ちょっとねここが下が欠損して46というように見えます。はい、ガゼットタイプのウエストポイント染み込みですね。ミリタリープリントいいですね。はい、エクストララージ僕がリンガーティーなのでちょっと細いですが XL 僕はちょうどよく着れます。はい、白ボディ、向こうでね、洗濯もしてます。ちょっとね漂白ブリーチがかかってしまったのかなと思います。ネイビーだとだったと思うんですが、これねブリーチで色抜けしてこういうちょっと、はい、グレーっぽい色になってます。はい、こちらで15,800円に消費です。1号とウエストポイントですね。はい、ただいま正月からね、アンドベルベルジン今回ちょっとディズニーをテーマに、いろんなアイテムを出してます。その中でちょっとこちらでオールドミッキーですね。はい、サイズラージサイズ、いわゆる霜降りグレーに胸ワンポイントのこう染み込みです。はい、可愛いと思います。非常にラージサイズ、僕がジャストサイズですね。で胸ワンポイント染み込み、結構ね珍しいです。実は僕も持ってます。はい、状態非常にいいですね。はい、オールドミッキー、こちら7800円に消費税です。はい、続いてこちらも可愛いですね。ディズニー、はい、エクストララージボディです。黒ボディ 100% コットンですね。はい、 MGM スタジオ、バックは無地です。エクストラージ僕がディズニーボディ、これちょうどいいサイズ感ですね。はい、黒にシンプルにかっこいいです。はい、こちらも7800円に消費税です。続いてもウォルトディズニー、はい、これプリントかわいいですね。はい、ディズニーボディサイズ表記がこちらダブル XL、 結構大きめです。ダボットオーバーサイズで着ていただければと思いますね。はい、結構大きめです。はい、後ろは無地ですね。はい、こちらピクチャーのプリントで、こちらも7800円に消費税です。続いてこちらディズニーシリーズトイストーリーですね。はい、ミスターポテトヘッド、はい、まあ、このね顔はねいろいろ変えれる、これプリントも可愛いですね。何気にひび割れプリントです。はい、デルタのボディが XL サイズですね。はい、ネイビーボディです。はい、ポテトヘッド、かわいいプリントです。ちょっと大きめですね XL なので。はい、こちら、9800円に消費税です。はい、こちらもディズニー、はい、ボディエクストララージ、パイレーツオブカリビアン有名ですね。もう、はい、思いっきりドンと。そしてバックに、はい、後ろ背中のところにパイレーツオブカリビアンあります。ちょっとねこういわゆるタイタイっぽいと言いますか、ちょっと黒でもね、珍しい、こうちょっとこうもともと加工されたようなボディです。はい、ドクロが
もうフロントにドンと、はい、相当インパクトあります。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてスウェットですね。はい、こちらオニータボディのラージ、はい、エッシャーです。 T シャツはねちょこちょこありますが、スウェットの方はね数少ないと思います。はい、こちらエッシャーのねプリント、91年、黒ボディです。ラージボディ、はい、ポリコットンですが大きめです。僕でも余裕で着れます。後ろ、はい、無地ですね。でこちらエッシャー15,800円に消費税です。続いてチャンピオンですね。こちら刺繍タグのダブルエクストララージ、はい、前 V タイプです。胸の刺繍が二重になってる、ちょっと珍しいですね。黒ボディ、デカめです。サイズはゆったり着れるサイズ感です。後ろプレーンで、状態はね少し全体的な焼けはありますが、はい、あの状態はいいと思います。でこちら6,800円に消費税です。はい、続いても刺繍のエクストララージ、はい、前 V タイプ、こちらもチャンピオン、濃いねグリーンです。このグリーンはね結構配色ほんと綺麗なので、はい、エクストラージ僕がちょうどよく着るサイズです。はい、女性がねダボっと着ても、はい、可愛いと思います。でこちらも6,800円に消費税です。はい、またまたリバースウィーブいきます。はい、刺繍タグのエクストラージ、はい、こちらオハイオステートの染み込みでございます。はい、ちょっとねこの辺にうっすら、茶色くうっすらシミはあるんですが、染み込みプリントいいですね。エクストララージちょっと自分が、ね、ゆったりします。あと後ろとかのねボディの状態は綺麗です。染み込み3段で9,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のラージサイズ、ちょっとダメージ系です。はい、ただ染み込み3段プリント非常にいいですね。はい、僕もね結構染み込み好きなんですけれども、はい、ちょっとこういったねダメージ系、あの自分はね決して嫌いではないです。こういった袖口とかもねちょっとボロボロな状態な感じで着るのも雰囲気でいいと思います。はい、サイズがねラージサイズなので僕はちょうどいいサイズ感、この緑のね3段染み込みもね非常に雰囲気です。後ろはねプレーンです。こちら染み込みで9,800円に消費税です。続いて刺繍のラージ、胸ワンポイントの、はい、こちらリブがね全然伸びてません。また状態非常に赤です。ちょっとね赤を知って僕言ってますが、少しずつねこれ洗い込んでったりとかして色が抜けていくね赤非常にいいと思います。デニムとの相性バッチリです。ラージサイズ僕はちょうどいいサイズで状態非常にいいです。こちら7,800円に消費税です。続いてネイビーボディサイズ、ラージサイズですね。はい、ボディの状態非常にいいんですが、少しここにね焼けがあるのかなと。こちらもリブ見ていただくと全然伸びてないです。はい、これも状態非常にいいですね。濃いめのパープル、はい、ネイビーかな、ネイビーとパープルの間みたいなですね。こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてトリコのラージ赤のフルスナップですね。はい、この色目は赤はねもちろんいいんですが、フルスナップ、カーディガンっぽくね着ても可愛いと思います。はい、藤原の赤推しです。はい、状態的にはね、綺麗ですね。こちらも、はい、トリコというこちら9,800円に消費税です。はい、昨日もね紹介させていただきましたが、チャンピオンボディのミディアムサイズ、はい、アーミーのフルジップパーカーです。こちらね、リバースイーブではないんですが、はい、M サイズでもちょっと大きめです。僕がねジャストで着れる感じです。状態非常にいいですね。はい、チャンピオンボディ、まあ、1枚持ってると、ね、使えます。僕もね結構好きで何枚か持ってるんですが、はい、こちら7,800円に消費税ですね。続いてベストですね。はい、こちらノースフェイスです。
サイズがエクストララージ、はい、こちらはねあのデナリのベストタイプ、綺麗なね真っ青です。まあ、XL ちょっとねゆったりしますが、はい、状態はね非常にいいと思います。こちら7800円に消費税です。続いてパタゴニア R シリーズですね。サイズがベンズのこちら XL です。同じね綺麗なブルーです。こちらもね、非常にあったかいです。少しだけねこういったちょっと汚れがあるんですが、ボディの状態フリースの状態非常にいいです。はい、 XL これもねちょっとゆったりします。はい、状態はもうふかふかですね。はい、でこちら9800円に消費税です。はい、続いてオールドのパタゴニア、サイズがラージサイズ、はい、こちらナイロンで中がねシンチラのフリースタイプですね。シェルドシンチラのベストです。はい、でサイズラージサイズ僕はねちょうどいいサイズですね。このリバースの上からとか着てもちょうどいいサイズかなと思います。状態は非常にいいと思います。はい、シェルドシンチラでこちら7800円に消費税です。続いてカシミア、はい、非常に綺麗な濃いパープルですね。ちょっとね自分もね僕もカシミア大好きなんでサイズ42ちょっとね試着したんですけど、僕は正直すみません似合わなかったです。この紫はあすごいいい色だなと思ったんですが、はい、42僕がちょうどいいサイズ感です。V ネックなんでね、中に V の T シャツかませたりとか、はい、ボタンダウンのシャツなんかでね合わせてもいいと思います。はい、状態もね非常にいいと思います。こちらカシミアで7800円に消費税です。はい、続いてセブンティーズのねナイロンでレーシングジャケットですね。はい、ちょっとねタグが欠損してます。ただね黒ボディ、こちら、はい、のナイロンです。サイズがね38ぐらいだと思います。そして後ろにワッペン付きですね。チャンピオンシボレー、まあ、レーシングジャケットですね。はい、黒ボディ でこちら7800円に消費税です。はい、ヴィンテージスウェットいきます。はい、こちらはタグが欠損はしてます。前 V、 そしてミリタリープリントですね。はい、ちょっとねサイズがおそらく M ボディぐらいですかね。ちょっと自分には小さいです。ただ白のヴィンテージスウェットでここまで着るのはなかなかないですね。はい、リブも長いですし前 V、はい、ミリタリープリントここプリントもねかっこいいです。そしてリバースと同じリブが全然伸びたのでいかに状態がいいかですね。はい、こちら29,800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージセット、こちらデカランタグです。サイズがねミディアムサイズ、はい、このデカランタグもね結構珍しいですね。はい、ネイビーボディで、はい、ひび割れプリント、まあ一段、まあ、このラウンドのねプリントも非常にいいです。ミディアムサイズなんでね自分はちょっと小さめです。はい、でも着れることはね結構いると思います。ボディ結構ふかふかです。バキバキと言っていいでしょうか。はい、いいですね。このリブも微妙に色が違ったりとか、はい、中もね非常に状態いいです。はい、デカランタグでこちら29,800円に消費税です。はい、続いてパンツいきます。はい、こちら505の USSA のブラックですね。はい、パッチ表記が3432、はい、505のブラックね数少ないですね。はい、サイズ感僕はねちょっとゆったりします。でもね状態いいですし、はい、これはね裏がグレーのタイプです。はい、まあこの雰囲気でね履くのは、僕もいつも505履いてるんですがシルエットやっぱ綺麗です。はい、505ブラックこちら9800円に消費税です。こちらが後染めネイビーですね。こちらは501です。501の USSA 3430表記。はい、こちらちょっとね赤タブが欠損してます。34ちょっと僕は緩いんですが、はい、意外とねこのくすんだネイビー結構かっこいいですね。はい、当たりもね綺麗に出てますし、はい、ボディの状態は非常にいいです。こちら、9800円に消費税です。
続いて、こちらメイドイン USA 製の501、はい、これもねうっすらひげで出て、はい、サイドのあたりも綺麗に出てます。はい、これもうね耳がついてるんかじゃないかなっていうぐらいな綺麗なあたりですね。後ろパッチ表記は3334表記、今実寸がね3232です。綺麗なね501ですね、はい、USA 製で、はい、こちら7800円に消費税です。はい、こちらリーバイスの519ですね、コーデュロイ、濃いめのブラウンなんですが、よく見ていただくと結構ねヒゲっぽく出てます。はい、これ加工ではありません。まあ結構履き込んでたんでしょうね。はい、こちら、実寸が3130、はい、コーデュロイ自体のねボディは非常にまだまだ肉厚です。焦げ茶もねあまり見かけないですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて519のブラックなんですが、はい、ちょっとねダメージがあります。ここにちっちゃい小穴とお尻部分、ここにリペアがあります。ただねブラック実寸もね3033、はい、ちょっとレングス長めですが、ちょっとこのね色褪せたブラックっていうのがね非常にいいと思います。はい、こちら7800円に消費税です。で続いてベーカーパンツ、前がねスナップタイプですね。こちらミルスペックはないので、もしかしたらね民間用のベーカーかもしれません。サイズが3432、はい、ちょっと僕がねゆったりすると思います。気持ちでシルエットが細いので、はい、非常に、形もいいです。少し前にねセンタープリーツの跡があるんですが、まだボディの状態綺麗です。はい、こちら7800円に消費税です。さあヴィンテージです。はい、ちょっとねクラッシュ系、はい、こちら501-66、はい、パッチがねちょっともう読めなくなってますが、はい、こちらね一応スモール E ですね。はい、シングルステッチ、トップボタンが6ですね。はい、まあ、いわゆる色薄めのちょっと膝にね、リペアがあったりするんですが、薄めの66前期、はい、こちら実寸がね2933、パッチ表記はおそらく3036縮みかなと思います。ちょっとレングス長めですが、こちらね結構女性でヒールで合わせてもらっても可愛いと思います。色目綺麗ですし、はい、サイドのねこの辺りももちろん耳付きですし、はい、お手頃です。こちら19800円に消費税です。女性におすすめです。はい、続いてもちょっとクラシ系です。こちら501ビッグ E、はい、S タイプですね。3233表記、ゴールデンサイズです。もちろんビッグ E で、はい、アーケードもこれイエローですね。コットン抜けてますが、はい、ちょっと下がねボロッと、チェーンステッチが外れてます。あと膝の部分にね結構クラッシュされてるんですが、またはそんなに、ちょこっとだけです。ただヒゲもねめちゃめちゃ綺麗に出てますし、はい、当たり非常にいいですね。こちら実寸3130、はい、まあパッチ受けは3233なので、下はねちょっとほどけてしまっているので、はい、その実寸になります。ひげ落ち、まあ、クラッシュのねビッグイ初期、はい、こちら49800円に消費税です。はい、続いてレアなんですけどね、こちら、はい、トップボタン見ていただくとカッパーボタン、そして隠しリベット付き、はい、皆さんこれはね覚えておいていただければ、ジッパーです。グリッパージッパー、トップボタンがカッパー、隠しリベット付き、こちら間違いなく 551ZWX ですね。はい、ジッパーだとねあのこれ、501ZWX ですかとかって質問を受けるんですけども、トップボタンがどうであれば基本的には551です。少しねシルエットが細くなります。はい、まあ僕も履いてます。505のいわゆる全身ですね。実は僕551ずっと探してるんですけど、僕のマイサイズがなかなか出会えません。はい、こちらパッチが取れてしまってます。欠損してます。実寸39のレングスが29、ちょっとね裾部分、裾上げされております。
まあ、ちょっと当たりは出てるんですけれどもね、はい、後ろのアーケードもね、コットンで色の雰囲気が抜群にいいと思います。おそらくパッチ表記が40の、まあ、レングスが30いくつだったのが多分カットされてます。ただね、色の雰囲気、ボディのコンディションは非常にいいです。あと551がいかに少ないか、前はねフロント、ここはシルバーです。なので一応ギャラなしの 551ZWX、股部分少しステッチほどけど、まあ、ちょっとここにちっちゃい小穴があるぐらいです。あとはまあヒゲとね状態非常にいいと思います。こちら79,800 円に消費税です。サイズ大きい方おすすめです。551。はい、続いてヴィンテージいきます。はい、今回ね、結構ねカバーオール系ワーク系を出してきたんですけれども、はい、こちらブランドはねノーブランドです。ただ2ポケットでショートだけ、はい、そしてここがねこういったスナップで留める、はい、このねちょっと三角のね、スナップボタンで、たまにねヘラクレスとかにもこういった使われてると思います。前は、Q1B タイプのようなジッパーです、はい、もうね色落ちもういわゆるあのペインターと同じカバールのね薄さなんですけども、袖もこのスナップです。サイズ感44ぐらいですね。僕はゆったり着れます。まあ例えると D の Q1B の44ぐらいをイメージしていただければ。後ろはこのスナップのアジャスターです。色落ちね、縦落ち非常に綺麗だと思います、はい、こちら2ポケット 35,800 円に消費税です、はい、ショートだけ好きな人がね2ポケット得意です。続いてこちらビッグマックのショート丈カバーオールですね、はい、ダブルステッチの襟、まあ、かっこいいですね、ビッグマックエンジニアね、エンジニアジャケットってあの襟のないタイプも存在しますが、このねショート丈のカバーオール、これ非常に少ないと思います、はい、ほとんどねうちも入荷してした記憶がないです。しかもブランドとしてこのショート丈のこの4つポケのカバーオール、ここの他のブランドであまり見かけません、はい、ビッグマックでもここねちゃんとね下缶抜き止めになってます。オリジナルですね。サイズがね40から42ぐらいかと思います。色落ちもね縦落ち綺麗に入ってますし、まあ色少し全体的に落ちてますがコンディションいいですね、はい、こちら 29,800 円に消費税です。はい、続いていや久しぶりにいいですよ、70505。こちら水通ってません、デッドストック状態です。ちょっとねパッチは割れてしまってます。サイズ表記42ですね、はい、スモールEのでもインディゴです。ただちょっとね当時の人がスタッツを打ってます。そして背中にも、はい、こちらはこれトンカチですかね、はい、全部スタッツとあと星のスタッツを打ってます。一応ねちょっと後ろから外せば取れなくはないと思います。42、自分がちょうどいいサイズ感です。デッドストックから着るならあえていいかもしれません。こちらデッドストック状態で42、 49,800 円に消費です。49%、はい、こちらも最近見なくなりましたね。リーの、ウエスターナーモカ 102J です。サイズ表記こちらちょっとね40いくつというのは消えてしまってますが、見た感じでいくと42から44ぐらいあると思います、はい、僕が普通に着れます、はい、いわゆるモカブラウン、ちょっとね全体的に色は焦ってますがレアカラーですね。まあホワイトが多い中このモカ、グリーン、まあ一番レアはブラック、あとね赤っていうのも存在しますが、このモカもねやっぱ大人っぽい色でかっこいいと思います。はい、お値段 39,800 円に消費税です。サイズも、ね、大きめでいいと思います。はい、続いてこちらめちゃくちゃ重たいんですけど 40s のウールコート、はい、めちゃめちゃ大人っぽいですね。ただねちょっと片手だと本当に重たいです。サイズがね、おそらく38から40ぐらい、僕が着てちょうどいいサイズなんです。非常に大人っぽいロングコート、はい、やっぱりねこのオールドのねウールコートはやっぱ重いですが作りが非常にいいですね、はい、この裏地も状態がね本当に申し分ないぐらい綺麗です。
少し A ラインなのかな、はい、後ろのねベルトのこれも全部完品です。はい、こちら29,800円に消費税です。ちょっと重たいですね。はい、続いて、こちらサーティーズのこちらもウールコートなんですが、はい、こちらアバクロですね、アバクロンビー&フィッチ。はい、そしてこちら上がボタンタイプで下がですねこの扇太郎、赤黒のツートンなんですが、こちらもね非常に状態いいと思います。はい、サイズがね、おそらくこちら肩でいくと40ぐらい、僕がこのスウェットの上からも羽織れます。そしてフード、はい、こちらにもジッパー、はい、扇形のタロンですね。はい、後ろもボタンもね欠損してませんし、はい、状態非常にいいと思います。はい、まあ、これからの時期ね寒くなりますし、まあ、こういった非常に使えると思います。アバクロのサーティーズジャケット、こちら158,000円に消費税です。最後に、僕はちなみに初見です、これは。はい、初めて見ました。リードカバーオールでいくとね、チンスト付き、はい、一番レアだと思います。その頃と同等の年代ですね。普通でいくとねウィジットって言われてるジッパータイプのも存在します。こちら、1920年代から、はい、あたりでしょう、ワンポケットのリーです。全体的にちょっと色は薄くなってしまって、少しねこういったリペアは入ってます。あと裾もね、多分ね当時上げられているんじゃないかなと思います。はい、こちら後ろがローバック、そしてローバックですね。はい、ここもサイドのこのポケット、一番インパクトあるのがこちらリーのハウスマーク、下にトレードマークという入るこの文字はだいたい20年代から30年代頭まであるんですかね。はい、後ろローバックタイプ、色はね薄くなってますが、まだこの状態で出てきたのが本当に奇跡的だと思います。実数38-27、ちょっとレングスは若干短めです。はい、リー好きの方ぜひ、はい、ワンポケット、この各ポケ、はい、こちらねボタンがちょっと一回取れかけたのはリペアとかされてます。ある程度はリペアされてるのでまだ着る分には、ね、問題なく着れます。はい、ボタンも古いですね。はい、下のボタンです。はい、こちら 20s リーのオーバーオールです。こちら258,000円に消費税。このハウスマークは見ないと思います。本日の紹介は以上になります。こちら皆さん、ベルビジンオンラインストアの方にですね、この間タワーレコードさんで、コラボさせていただきましたあの T シャツ、スウェット、トートバッグ、今ね受注を行っているんですが、こちらもですね、一応この2冊ジャケットの本と501の本、こちらの本が2冊ですね、ちょうど、はい、ぴったり収まる、ケースです。こちらもね僕が、選ばせていただいたデニムの生地、はい、そして今回のイベントで使わせていただいてますノーデニムノーライフ、はい、こちらはね金の型押しで、そしてサイドにも、はい、2冊ねお持ちの方はぜひねこういった形でピタッとしまえる箱、まあ、デニム好きな方だったらこれ響いてくれるかなと思いました。一応ですね15,000円に消費税、限定数100個になります。100個ですね、もう受注の数がね100個到達したらその時点で打ち切らせていただきます。激レアだと思います。はい、ぜひねベルベジンオンラインストアの方に、受注できるようになってますので、そちらの方でチェックしてみてください。よろしくお願いします。